いて恐怖体験っていうんやったらそう最近その人たちにいろいろ認識を得てもらうようになるじゃないないったじゃないですか地元でも結構応援のなんかそういう声援が街歩いてたりとかとかしたらやっぱ言ってくれたりするんですね普通のおじ,おじさんたちとかでも。でまあ、普通にら市場行ったらその そそれこそ波物語の次の日とかめっちゃみんな心配してくれとったしけどちょっと一個だけマジで怖いからやめてほしいのは僕銭湯ほんまによく行くんですよ。で地元あの東京大阪行ったり来たりしてるんですけど地元帰ったらもう絶対行きつけの銭湯に行くんですね。でもそこずっと僕昔っから行ってるんですよ。だから僕からしたらそこは聖域なんですね。 もうう他の人にあんまり踏みってほしくないっていうかそれかまあ友達らと行くかぐらいなんですけど最近やっぱその銭湯でもすごいこう認識をされるようになってきてこうこっちめ裸じゃないですか相手も裸じゃないですかこうやっぱりこう挨拶してくれるんですよ。でやっぱりこう 地元の銭湯なんでこう全身入ってるお兄さんとかはいらっしゃるんですね。でやっぱこうずっと見られると怖いじゃないですかこっち裸で服のいでんのにずっと入れ墨のお兄さんが見てこられても。で「ああ近づいてきた近づいてきたああ来た来た」みたいな感じで思ってたら <laughs> バーン入った人が「おいします」「か張ってください」みたいな感じで言ってくれるんですよ。まあそういう人らは全然いいんですね。でもたまに たまにこ,うこの前もあったんですよ、ばーって服全部脱いで、ああ、入ろうと思って、入るじゃないですか。ほんなら、結構若い子たちが、こう、先にお風呂から上がって、集団でおって、もうその子ら結構わいわい騒いどったんですよ。みたいな感じになっとって、ほんなら、ああ、入ろうってなって、ばーって行こうとしたら、一人が多分、めっちゃ頑張っては喋りかけに来てくれたんでしょうね。すいいませんみたいな 写真撮ってくださいって言われて。<laughs> <laughs> <laughs> え、今みたいな感じ。今はちょっときついってみたい。<laughs> <laughs>